クーラーボックスパンパンになるまで帰れません。終わったー終わっただろこれ。勝てるまへんですね。石とか草もかいやダメです。ダメ。魚だけです。魚と一応腐らないように氷入れてやろうと思ってます。ちょっとね、仮眠の方を取って夜今10時ぐらいですね。二班に分かれて大きい魚を狙うために打ち込み釣りをしようと思うんですよ。はあ、はい、ポイントに到着。到着。ここがね、結構激安ポイントらしく、はいはいはい、いろいろ大きい魚が上がってるってことなんで、早速ね、こういうふうに仕掛けを作って投げたいと思います。お願いします。餌なんですけど、はい、またしてもね、ミツネニがいろいろ用意してくれたんですよ。おいしそう。あと、カツオの頭ですね。で、中がお、どうか。ここはイカ。イカいっちゃおうかな。ここは一番食いが早いのはどっちですか。イカ。イカはもう間違いない。こちらですね、三角山の小谷さんをかけて抜く。イカって魚が食うのも間違いなく、この頭から先に、はい、真っ先にこれから食うから、どうしてるか。逆にこれに針を持っていきたい。だけどこれにここかけちゃうと頭だけ外れちゃう。はいはいはい、そうですね。だからこっちの甲と一緒にひっつけておきたいから、わざと一回ここにかけて、こう硬そうな、でこの針先を頭の中に埋めてあげる感じで、で針先を出す。すごい。これを引けばこういう感じ。うわすげえ。ここ取りやすいんですよ、頭の方で。ここで刺すことによって結束部分になって取れづらくもなる。なおかつ魚の食いのいい頭の部分を食ってくるから針がこう刺さると。筒をここに意外と筒のところ一口サイズ、いいサイズだこれ。カツオの頭にします。で、そこで何か当たりありますね。ちょっとライトは照らせないですけど、鈴の音が。こちら。ほら。今鈴照らしてるんですけど、ほらほら。見える？ほら。先ほど投げた僕の竿ですね。こっからはあの音声だけでお楽しみください。ヒットしたらライトつけます。皆さん真っ暗でごめんこれ。この海の音と鈴の音楽しんで。どうかな？竿の。あ、お、来るぞこれ。ひょっとしたらもうかかってる可能性ある。ただサイズがあまり大きくない。そうそうそう、サイズがあまり大きくなくて、軽く巻いて、なんていうんですか、じらしてみるっていうんですか、駆け引きやってもいいんじゃないですか。駆け引き、いや俺は待つね。待ちます。うん。お、警戒したかな。ドラガー調整していいですか。俺が、いや調整してみてくよ。ほら、あ、いい感じ、超いい感じ。離したか、餌がないか。あれからちょっと10分放置して当たりがなくなったんで、はい、巻きたいと思います。餌を交換ってことですか。餌取られてるかもしれないね。うわー、から綺麗に食われてる。早速盗難に遭いましたね。イカ、おかわりしてもよろしいでしょうか。いけー、行った。しゃあ、来た。乗った乗った。なんだなんだ。よっしゃあ。もらった。何が上がってくるか。打ち込み最高。スーパーゴリ巻き。ゲージ曲がってる。お。せーの。いいとこどっこいしょ。なんだ。胸赤だ。バッチリ合わせしちゃった。ツイ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 してますね。さっき俺の餌つけたみたいな針のかかりしてる。ほんといい感じ、ベストだろ。胸赤唇です。おめでとうございます。よっしゃー、ラッキー。さすがボトムキング G ですね。こっちの胸
胸が赤いから胸赤っていうのかな、こっち。多分そうかもしれないですね。多分ね、完全なる。美味しいんだよね。おめでとうございます。ゲット、ありがとうございます。久々にゲット。ミツにね、言ってたんですけど、はい、頭の方が美味しいって言ったじゃん、はいはいはい、頭だけ食われてる。本当に頭から下がないないよね。すげえ。なので頭を使わせていただきます。いや、待ってください、ガイドが絡んでる。あ、分かる分かる。やばいやばい、ひっちゃんさん折れた。多分さっきのね、巻きすぎて折れてます。上がない。ひほひほすぎる、こっち折れてる。そう、さっき言っちゃかない。さっきでやられたか。やるしかないよな、これも。戦うしかないっすね。いけー。あ、さっきなし。あ、また同じところ。またいいとこ行ってしまった。じゃあさ、人はおっしゃ、また取った。いや、この人今日やりますね。めっちゃ曲がった。デイジさんを曲がってる。いいねな、今日男らしい。フローラ頑張れ頑張れ、絶対釣ろうぜ。お、見えてきた。やばい、ネトラに入ってる。お、サイズアップ、でかくなってる、でかくなってる。開けるよ、せーの。でかーい。でかい。よっしゃー、これがついてますね。ガイド、こっちが。あ、2匹抱かれた。これ脇が赤いって言わない？脇赤でいいんじゃない？これ胸ってここでしょ。ここ脇白でしょ。こっち、あ、こっちは胸白だから胸白。胸白唇。脇赤唇。脇赤唇に認定です。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん、同じ映画続いてますけど、3回目です、これ。はい、ここでね、ちょっと弁当タイム。ね、今回宿に泊まってる、これ、リュウさん？リュウさんが魚釣ってきてよっていうことで弁当作ってもらいました。優しすぎだろ。三枚肉から唐揚げからサラダ、美味しいもんね。卵、焼きそば、優しすぎだ。やば。じゃあ早速食べたいと思います。いただきます。ふっちゃんさん、うまい。もう見てばかりだ、このうまさ。感動した。感動したよ、涙出た。涙出そう。マジでうまい。まず好きなものしか入ってないで、ご飯はね、白米だけじゃ飽きると思って、なんかいろいろふりかけもついてるし、ふりかけついてるんですよ。うまい。ご飯が進むくんなんですよ、おかずなくても、うん、三枚肉、生姜焼きの味付けされてますね。合うね、めっちゃ合う。しかも海で食べるからか、なんか、うん、若干気持ち、塩のスパイスも効いてて美味しい感じしますね。風の塩風ね。あ、ちょっとこれ薄いなと思ったら、こう塩風当てるんですよ。ちょうどいい。ああ、いいしょっぱさ。いいしょっぱさですね。はい、こうちゃん準備ができました。できました。餌はですね、こちらカツオの頭。ああ、いつものやつですね。これはすげえ。これもいただきましたか。はい、これも協力助っ人からいただきました。みちゅうさん。ああ、わあ、いけ。チェストファイヤー。掛け声出さかったな、ちょっと。出さかったっすか。ファイヤーなの。ファイヤーって勢いって言っちゃった。チェスト、ヒットやばい、めっちゃ曲がってる。いい曲がりしてる。なんかな、なんだろうなんだろう、めっちゃ曲がったな。しかも超叩いてた。急に来た。冬打ちっすね。餌回収しようかなって言ってる最中にでしたね。でも潮止まり寸前。なんだ、ミネアカー。ミネアカー。やっぱりまた頭だけ食われてる。すげえ。頭人気者だな、マジで。はい、ちょっとね、もうイカが切れたんで、こちらのタコ。タコだ、かわいい。タコでちょっと狙っていきたいと思います。もう少しで潮止まりなんで、はい、これが最後かもしれないです。ラストチャンスと。
お願いします。釣れますように、まあ、とりあえず3匹釣ったんで、まあ多少なクーラーボックスは埋まったと思います。ひっちゃんさん、当たり来てますね。来てる来てる。やっぱり俺もさ、追っていいっすか、ひっちゃんさん。いや、追らん方がいいな、それ悪影響だから。それちょっとね、ちょっと当たりあったんだけど、回収しようと思って回収したら釣れてましたね。え、こちら赤な違うじゃない、口なじ口なじ、よしが変わった。変わったね、口なじ。新しい魚だ。よっしゃー、4匹目。いろんな魚取れるな。口なじです。口なじ、タコでも釣れた。はい、ちょっとバンバン手返し、カツオちょっとどうなってるか、ちょっと巻いたところなんか重いらしい。重いっすね。引きじゃない、引きはないんすけど、カツオの頭っすかね。あ、何これ、細長くなって戻ってきてますね。おお、カツオの親戚、そのサンゴですね。うまい棒サンゴ味ですね。なんでヒッチャンさんのあんな魚釣れて俺の、なんでこれなんですか。サンゴ釣れてますね。もれなく磯銀着的なやつもついてますね、これ。これクーラーボックスに戻しましょうね。ダメだこれ、これは戻す、返しましょう、海に返しましょう。バンバンヒット、バンバンヒット、バンバンの当たりある。バンバン、おつけおつけおつけ、合わせるか。ついにバンバンのにヒット。手持ちに書いて、いつでも合わせるような、合わせれるように構えてますね。クソか、めっちゃ軽い、乗ってない。めっちゃ付近かけたな、今の。あー、ついた、おめでとう。ボーおー、びっくりした、丸がれた。あ、あれこれ、ミミジョウだ、ミミジョウだ。これタマンのメス、ヒメフエダイだっけ。はいはいはい、ミミジョウおめでとう。ミミジャン、綺麗だね。綺麗ですね。ヒメフエダイって言って、まあピンクだからヒメフエダイって言われてんのかな。赤くなった、見て、さっきの真っ白でピンクだったのが真っ赤になった。本当だ、しかも固まった。固まった、一緒にして、真っ赤くなったんだけど、この人。これトゲがある、こっち、イボ。え、死んだ、デキモノ、デキモノ、なんでか、これデキモノ、これもともと反対側もそれある、ほっぺになんかデキモノ、ある、ある、あ、そういう生き物だ。はい、夜の2時で潮止まりで撤収です。はい、ちょっとね、途中途中餌も変えてるんですけど、うん、もう当たりも全くなくて、うん、でも潮も止まって、当たり反対側からも帰ろうって連絡あったんで、もう今日はこれから両方とも回収して、うん、宿に一旦戻りたいと思います。はい、合流ですね。こちらなんかどうだった。はい、ノーチリンです。ノーチリンフリッシュ、餌も落ちなかったです。口なじ、胸やか、ミミジャ、胸やか3匹、うん、あ、ミミジャも釣れてる。胸やかじゃなくて新しく名前変わりましたけどね。うん、残念。じゃあ、あっち開いてみて、赤いところ。なんすか、赤いところ開いてみて。胸やか、一回上投げてみてから、うん、赤い、こいつ、うん、こいつをどこでもいいよ、こいつでいいよ。この胸赤じゃん、うん、ちょっと開いてみて、開いてみて、開いてみて、こっち、うん、どこが赤い、脇赤、そうよく知ってたな。気づいたのが恥ずかしい、ちょっと。はい、ということで一旦戻ります。はい、みつさんもありがとうございました。ありがとうございます。はい、また明日会いましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。今日釣った魚を入れてきます。はい。もうちょいですね、マジ頑張ろう。明日たくさん釣ったらマジでこれパンパンになるぞ。はい、ということで2時間ちょい寝ましょう。寝ましょう。はい、おやすみなさい。2時間後、おやすみなさい。おやすみなさい。はい、今日のポイントこちら、こちら泳がせそのまま引き継ぎます。こっちだってね、こうやってね、疲れ果てるまで頑張ってやりましたね。疲れ果てるまでね。